はい、どうも、ピクスイオスです。今回はですね、横浜市営バスオリジナルトミカ、横浜市交通局が特注したトミカ2台紹介していきたいと思います。横浜市交通局は名前の通り、横浜市を中心にしたバス、これを運営する会社ですね。まずはですね、エアロスターの方から見ていきたいと思います。まずはこちらですね、横浜市営バスオリジナル、三菱ふそうエアロスターですね。こちらのトミカ、2018年8月9日に発売されたトミカで、価格は税込み1000円でした。トミカ博 in 横浜の会場限定で1000台販売されたトミカなんですけども、後の8月25日、ハマリンロードでも販売開始されたそうです。箱はこのようになっておりますね。ここにジャンコードが入ってますね。カラーリングもね、横浜市営のバス。これを意識してますね。発売元は横浜市交通局。製造は宝富アーツとなっておりますね。ここにね、横浜市営の市章でいいんですかね、これが入ってます。こちらのトミカは通常品 93-5 で販売された三菱ふそう MP37系 エアロスターがベースとなっております。ただ通常品とはちょっと異なりますね。トミカのモデルになったのは本木営業所所属の2011年式 LKG MP37FK、 車番が1-2686、ナンバープレート横浜200かの3386となっておりますね。こちらのトミカはですね、横浜市営バス90周年を記念してのモデルらしいです。ではね、見ていきたいと思います。フロントこのようになってますね。横浜市営とね、行き先表示板には入っておりまして、ナンバープレートもね、3386となっておりますね。このナンバープレートとか横浜市営はね、シールではなく担保印刷での再現となっておりまして、ノーステップバスの表記なども担保印刷で再現されてますね。ウインカーもそうですかね。フォグランプ及びヘッドライトはですね、塗装での再現となっておりますね。ワイパーなどもね、このように再現されておりますね。サイドはこのようになってますね。横浜市営ノンステップバスの表記及び車番などが担保印刷で再現されておりますね。ウインカーもね、担保印刷で入ってますね。で、ちゃんとね、非常口のマークも再現されておりますね。で、ここに排気口ですかね。これが再現されておりますね。ちゃんと横浜市営のあのカラーリングがね、再現されておりますね。リアこんな感じですね。リアの行き先表示板も横浜市営と担保印刷で入っているほか、この乗降中のね、電光掲示板やノンステップバス、リアのナンバープレートも担保印刷で再現されてますね。テールランプなんかもね、細かく塗装、担保印刷かな。これで再現されておりますね。フロントもそうなんですけどね。バンパーはシャーシ一体型となっておりまして、シルバーのものとなっておりますね。で、公式側ですね。こちらにもね、ノンステップバスの表記や、サイドの電光掲示板。これらが担保印刷で再現されておりまして、入り口及び出口の表記なども入っておりますね。こちらにも車番入っておりますね。ちゃんとこう窓のところもね、塗装が入っているというか、これすごいかっこいいですよね。あと細かいですけどね、このちっちゃいところにもちゃんとね、担保印刷で青帯が入ってるのもいいですね。まあ、ノンステップバスなんですけど、実際ステップがあるっていうのはまあ置いといてですね。内装はこのような茶内装みたいなやつですね。茶内装というかクリームというか何とも言えない色なんですけどもね、これとなっておりますね。で、ルーフこのようになってますね。通常品とはね、このエアコンの形状というか屋根パーツがね、異なりますね。で、ベンチレーターが担保印刷で丸く再現されておりますね。シャーシはこのようになってますね。先ほど言った通り、シルバー塗装のフラパーツですね。なかなかかっこいいですね。まあ、これが当時1000円って結構お買い得だったと思います。残念ながらね、会場限定というか、仙台限定ということでね、転売屋に結構買われてた印象があるんですけど、自分はね、この時、トミカ博会場行って買えたんでね、よかったです。続いてこちらですね。横浜市営バスオリジナルのイスズ L がですね。こちらは2023年2月11日発売。価格は税込み1100円。ちょっとね、100円値上がっておりますね。こちらはイベント限定というわけではなく、売店などで販売されたようですね。箱のデザインがね、若干変わってますね。前のやつはトミカに準じてね、こう、こっち側に表記が入っているのに対して、下がこう横浜市営バスみたいな。どちらかというとね、こちらのトミカの方がね、横浜市営のカラーリングを再現してます。
で、上にはね、いすず承認済みとね、ありますね。で、ジャンコードですね。これもですね、色が違いますね。こっちは黒となってますね。で、箱の裏にはね、販売元、一般社団法人、横浜市交通局協力会。先ほどのやつは交通局の特注だったんですけども、ちょっと違いますね。で、製造元は宝富アーツとなっておりますね。こちらはね、バスのフロントを再現してるんでしょうね。ちゃんとカラーリングの、こう、なんて言います?線が入ってるほかね、刺繍が入ってますね。こちらはね、そういうのないですけどもね。開けていきましょう。シールですよね。ナンバープレートはね、1種類しかないですけどもね。川崎駅西口、桜木町駅、それからね、横浜市へと、まあこれは流れから言って横浜市へかなという感じはしますけどもね。パッケージを参考に貼ってくださいということなんで貼っていきたいと思います。こちらですね、通常品 20-12 で販売された都営バスのいすず2代目エルガをベースにしたトミカとなっております。トミカのモデルになったのは鶴見営業所所属の2018年式 2DGLV290N2 車番 8-1869 横浜200かの4788というね車両をモデルにしているようですね。前回がね担保印刷で再現されてたんでね、こちらがシールなんで若干微妙となってしまいますね。まあ、見ていきたいと思います。フロントこのようになってますね。横浜市への表記、こちらはシールで再現されておりまして、ナンバープレートもシールとなっておりますね。あと4788ですね。シール貼る前ここにねなんか傷あったんですけどもね、まあ運よくナンバープレートで隠せましたね。でウインカーなどが担保印刷で再現されているほか、国土交通省のノンステップバスの表記、これが入っておりますね。でちゃんとね横浜市へのライン、これもね担保印刷で再現されてますね。で前回同様ワイパーも彩色されてますね。サイドはこのようになっておりますね。こちらもね、ノンステップバスの表記や車番などが担保印刷で入っておりますね。こっちのバスはね、ここに車番入るんですね。で、非常口のところのマーク、これも再現されてますね。やっぱこの排気口が再現されてるだけでね、だいぶ印象が変わりますね。リアこんな感じですね。リアの横浜市への表記も担保印刷ではなくシールでの再現となっておりまして、窓のところのね、国土交通省ノンステップバスの表記などは担保印刷ですね。で、テールランプなどは塗装、担保印刷か、これ。それで再現されておりまして、ナンバープレートのこう、テラス、なんて言うんでしょうね。ナンバー灯でいいんですかね。あれがですね、担保印刷で再現されてますね。トミカだとね、都営バスをモデルにしてるんで、ここがね、ナンバープレートの位置なんですけどもね。ここにナンバー灯があること、それからシールにもね、ここに貼ってくださいという表記なんで、ここが正しい位置ですね。こんなところにプレートホルダー作るからね、悪いんですけどもね。で、こちらもね、乗降中の電光掲示板が再現されてますね。で、公式側。こちらもね、横浜市営の表記や入り口出口の表記。こういったものが担保印刷で再現されておりますね。で、窓のところにね、ノンステップバスと入っておりますね。で、サイドのこの横浜市営。これもね、シールですね。中ドアと、折り戸。これもね、ちゃんと彩色されてますね。ウインカーとかが入るだけでだいぶね、印象変わりますね。で、こちらもね、茶内装というかね、このクリーム色のパーツとなっておりますね。で、ルーフこんな感じですね。角型のベンチレーターなんでね、ちょっと違和感ありますね。で、シャーシはこのようになってますね。こちらはね、バンパー、シャーシ一体型じゃないのでね、黒いパーツとなっておりますね。で、これはね、バンパーだけシルバーで塗装してるんでしょうね。まあちょっとこのいすずエルガーはね、縮みトミカみたいなやつなんで、結構微妙な感じになっちゃうのが多いんでね、積極的には集めてませんけどもね、やっぱ横浜市のやつはかっこいいですね。はい、というわけで今回はこちらの2台紹介させていただきました。特注トミカではないんですけども、1999年6月のキーチェーントミカパート2にてですね、79-3初代エアロスター三菱ふそワンマンバスですけどもね、これにですね、横浜 CA バス風のトミカが登場してます。
ただどっかにね、横浜市営バスとね、書いてあるわけではないんですよね。でもカラーリングが明らかに横浜市営みたいな感じですね。それもね、機会があれば手に入れてみたいものですね。そんなわけで今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。